俳優のディーン・フジオカ43とピン芸人のやす子25が22日都内で行われた機関車トーマスの劇場版最新作映画機関車トーマス大冒険ルックアウトマウンテンと秘密のトンネル4月19日公開の公開アフレコイベントに参加した。やす子は大抜擢にドッキリを疑った。やす子はセリフに「はい」ってあるのですが、世界のトーマスにそれはないと思ったので絶対ドッキリだなと。当日までドッキリだと思っていましたと声優抜擢に驚きを隠せない様子。今でも疑っているそうで、床が抜けるとか、ここ背景から何か出てくるとか、こんなにレンズがあるのも信じられませんとしきりに周囲を見渡していた。やす子が演じるのは、どんな大きな岩も削ってトンネルを掘るドリルが自慢の掘削機のダーシー。自衛隊で大型特殊免許と機械操作の免許を取って重機に乗っていたので、このトーマスで役に入り込むこともできましたと明かし、役に備えて工事現場の映像を見て役作りしてきたと役作りについて語った。